ウノワーモンはフランスの政治家、社会党所属。1993年から1995年まで、自らが創設した青年社会主義者運動の委員長を務め、2004年から2009年まで欧州議会議員、2008年から2012年まで社会党の報道官を務めた。二千十二年にビブリーヌ県第十一選挙区、選出国民議会議員となり、 経済、財務省付け社会的、連帯経済担当大臣、国民教育省を歴任した。2017年社会党大統領、候補予備選挙において、前首相マニュエル・バルスを退けて1位となり、大統領選挙の社会党候補となった。ブレストにある DCNS で義士として働いていた父と、秘書をしていた母との間に、サンルナンで生まれた。幼少の頃は、 ブレストのベロネーズ通りで暮らし、その後1976年から1980年まで両親と一緒にセネガルのダカールに住んでいた。彼はダカールのクール、サントマリードアンで学び、何年も経ってから再度訪問している。私は社会的多様性が混ざり合った宗教的な環境で育ちました。しかし、このことが私の後年の政治家としての経歴に、 影響を与えたかどうかを発言するのは難しいことです。彼は両親の離婚後、ブルターニュへ戻った。アモンは、ブルターニュイコールオクシデンタル大学に入学し、フランス全国学生連合のメンバーとなり、青年社会主義者運動の委員長となった後に、歴史学の学位を取得した。アモンは、ガブリエル・ガラールとパックスコンを行っている。ガラールは、 カタルーニャ人とデンマーク人の両親を持ち、パリ政治学院で卒業生総代を務め、欧州大学院大学を卒業している。彼女はフランス国立市長学研究所で働いた後、LVMH の広報部長となった。二人が出会ったのは、アモンが欧州議会議員となり、ガラールが文化法規の専門家として欧州議会で仕事をした時である。 政治生活から家族との生活を切り離すため、ブノワーモンが参加する公共の行事に、ガラールは同席しない。彼女はプライバシーを守るため、カリーヌル・マルシャンがプレゼンターを務めるフランスの政治 TV 番組ユヌアンビションインチ名への出演を2016年12月に拒否した。大学卒業後、1991年からアモンはジロンド県選出の会員議員。 ピエール・ブラナの立法府アシスタントして働き始めた。教育省アラン・ドゥ・バケの法案に反対する学生デモ中、19歳の時から政治に関わるようになっていた。彼は当時社会党のブレスト支部のメンバーであり、ロカール・ハウンドに加わっていた。2001年から2008年までブレシュロールジュ市議会議員を務めた。2012年から閣僚を務めたが、 政府の方針に反したとして、2014年8月25日に生産再建大臣あるノーモントブールと共に更迭された。2016年8月16日、社会党大統領候補予備選挙への出馬を表明し、党公認候補となったが、2017年4月の第1回投票で、得票率6.36%にとどまり、決選投票に残れず敗退した。 2017年6月に行われた国民議会選挙では2回目の投票にも残れず落選した。2018年12月2019年ヨーロッパ議会選挙に市民同盟の立候補者リスト第1位として立候補を表明。しかし2019年5月26日のヨーロッパ議会選挙ではリストは得票率3.27%で第8位となり、 議席を獲得できなかった。アモンは政治生活から引退した。ありがとうございます。